どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おぬです。時々リテラチャークラブプラスのメインストーリーの、実況シャープ2になっております。前回ですね、シャープ1の実況動画上げておりますので、まだそちらを見ていないという方は、そちらの動画の方をチェックしてから、こちらの動画再生してくれると嬉しいです。さあ次は、詩を見せようっていうところで終わったと思うんで、ここからちょっと実況再開していきたいと思います。では最初はね、誰に詩を見せようかっていうことで、夏木向けで僕詩作ったんですよ。なんで、夏木はね、ちょっと最後に撮っておこうかなみたいな。ほら、よくあるじゃないですか。食事とかでもさ、デザートは最後に撮っておこうみたいなさ、クソみたいな文化あるじゃないですか。なんで、夏木はね、ちょっと最後に撮っておいて、ここはじゃあ、そうだな。さよりから行こうか。久々にちょっと話したいしね。この中だとさよりが一番見せやすい相手だ。なんて言ったって、幼馴染だからな。久々やな、こいつ、マジで。これ、いい詩だよ、おぬ。本当に？本当に初めて書いたの？もちろんですよ。もちろんですよって、口調が意味わかんない。っていうか、そんなに良くないだろう。俺が暇な時間に詩を書いてるような人間に見えるか？それもそうだね。黙ってろ、お前。でも、だからこそ感心しちゃった。正直に言うと、もしかしたら真面目に書かないんじゃないかな、とか。むしろ書いてすら来ないんじゃないかなって思ってたから、これは、正しい、なんで俺書いてきたんだろう、マジで。書いてくれただけでも嬉しいよ。本当に部の一になったんだって実感するね。部室で目の前に座ってるのに、まだ一員じゃなかったかな。俺ゲストみたいな扱いされてんの、もしかして。そりゃそうだろう。まだそんなに好きだとは言えないけど、約束を破るわけにはいかないからな。でしょ？私が前に言った通りじゃない、おぬ。言ったっけ？本当は全然自分勝手なんかじゃないんだよ。他人のためにこうやって新しいことに挑戦するのって、本当にいい人にしかできないことだよ。それはそうだね。ありがとう、セオリ。セオリが俺の動機の全貌を把握してるのかどうか、いまいちわからない。でも考えてみると、入部した理由の一つがセオリであることは否定できない。俺の入部がセオリやみんなにとってどれだけ意味のあることなのかは知ってる。そうね。この部でおぬが楽しく過ごせるようにしてあげるの。やった！よろしくね。それが私の感謝の印だから。わかった。期待してるよ。やった！それじゃあ私の詩も読む？読まないっていう選択肢はないでしょ。大丈夫。私すっごく下手だから。だから、えへへ。それは読んでから判断するよ。なんだろうな。このちょっとバカっぽいフォントね。深夜になるお日様へ、ブラインドから差し込む朝の日差しで、君が寂しかったのがわかるよ。額にキスをしてくれるとベッドから起き上がれるの。目をゴシゴシして眠気を拭う。表に出て遊ぼうって誘ってるの？雨ならいいのにって思ってないか確かめているの？上を仰ぐ、真っ青な空。秘密だけど私も君を信じてるよ。君がいなきゃずっと眠ってられるのにね。でも怒ってないよ。朝ごはん食べたいな。このなっていう文字がすげえな、バカっぽい。でもこの詩の感じも前作の翻訳のね、翻訳モッドとほとんど大差ないっていう感じかな。さより、これはあくまで想像なんだが、これ今朝書いただろ。よく朝起きてこれ書く気になったね、詩なんて。いや、ちょっとだけだし、イエスかノーの質問にちょっとだけはないだろう。昨日の夜書くの忘れちゃってさ。これで少しは自分の作品に自信が持つ。唐突なディス。何それ、ひどい。これでも頑張ったんだよ。別に悪い詩だとは言ってない。いい感じというか、なんていうか。そう、お前らしい感じ。うまいこと包んだね、本当に？俺がそうねっていうの。特に最後の行が、今朝は卵とトーストにしたんだ。お前日本人じゃねえな、お前。朝は黙って米だけ食ってろ、お前。遅刻したのに。朝ごはん食べるのは大事なんだよ。じゃないとイライラしちゃう。言い当てても仕方ないか。とにかく見せてくれてありがとう。うふって。うふはちょっと可愛かった。これすっごく楽しいね。モニカちゃんやる？そうだな。次は忘れずちゃんと書くよ。すっごくいい詩を書いてくるんだから。期待してるよ。このさよりに対するこの扱いが結構ね、雑なのがちょっと面白いけど。ゆり行こうか。
ゆりはね、多分嫌われるよね、間違いなく。だってゆりが喜ぶワード多分1個か0個ぐらい、0個だから。ゆりは詩を見つめている。もう1分は経った。すでに読み終わっていてもいい頃だ。そのあ、すみません、喋るのを忘れてました。絶対お前脳内でさ、うわ、なんだこのクソみたいな声し、これ知って言えねえだろこれみたいな、燃やそうかなとか絶対思ってるよこいつ。いいよ無理しなくても。違います、ただ私の考えを表す言葉を探しているんです。もう言っちゃってるようなもんじゃんそれ。ちょっと待ってください。よしよし、詩を書くのはこれが初めてなんですよね。え、そうだけど、どうして？ただ確認しただけです。読んだ後にもしかしたらそうなのではと思いました。なんかこういきなりディスってくる感じ、なんなのお前、レイプすんぞ。違います、声が大きかったでしょうか。本当にすみません。ユリは両手に顔を埋めている。もう数分経っているというのにまだほとんど何も話せていない。やばい、ギスギスだ。ユリはひどい人見知りのようで、慣れるまでしばらく時間がかかるようだ。いいよ、全然気にならなかったから。それで何を言っていたんだっけ。はい、ですね、この詩には新人の書き手にありがちな独特の癖が見られるんですよ。私にもその癖があったからわかるんです。新人の書き手の一番わかりやすい特徴は文体について考えすぎることですね。はあ、文体とテーマを別々のものとして考えて、その2つを合わせようとしてしまうというか、そうなると文体と表現力、その両方が弱くなるんですよ。ちょっと何言ってか全くわかんないですね。ユリは一旦話の流れをつかむと、はい、うん、うん、まあそういうことだよね。もちろんそれは非難されるようなことではありません。簡単な詩を書くにもたくさんのスキルやテクニックが存在するんです。そういうものを習得したり磨いたりするだけでなく、きちんと組み合わせて使うのが一番難しいことかもしれません。時間がかかるかもしれませんが、練習したりお手本から学んだり新しいことに挑戦し続けたりすればきっと身につきます。他の部員の皆さんからも有益な意見をもらえるといいですね。なお、まあ、上から目線は腹立つなおめえ、マジで殺すぞ、まあ、ナイフで。偏ってる？どんな風に？その今度は何でもない。こうやって他の人の話をするものではありませんね。ん？なんすか？あー、唐突な夏木ですね。夏木ちゃんはちょっと物の見方が偏ってるかもしれませんけど、黙ってろ。大丈夫だよ。ユリは自分自身に謝っているのか、それとも俺か夏木に謝っているのだろうか。そろそろお前の詩を読んでもいいか。はい、お願いします。この作品の背後にある思考の流れについて、わー、もうだるいだるいだるい、そういうの。ユリはまるでめったにない機会が訪れたかのような、夢見る笑みを浮かべた。それはそれで不思議なのだが、だってここは文芸部なんじゃないのか。うわー、意外と短いね。なんかもっとなんか六本みたいな感じで長いの来るのかなと思ったけど、どうも、いや。もうユリに対する扱いが。いや、もうちょっとユリね、ちょっとね、俺の中でちょっとだけ微妙なんだよね。字が汚くてすみません。何よ、何よ、俺が言うのこれ。そんなこと、ま、なんかちょくちょくお姉になるの何これ。気持ち悪いんだけど、なんか若干読むのに時間がかかっていたので、まあ手書きの字は普段あまり読まないからな。でもすごく綺麗な字だと思うよ。え、それなら良かったです。あと詩もすごく良かった。まあ読んでないけどね俺。短いのに描写がいっぱいで、短すぎませんでしたか。普段はもう少し長いものを書くのですが、もちろん気に入っていただけて良かったです。実はあなたに見せるのは初めてだったので、少しマイルドに仕上げようと思ったんです。そういう気遣いしてくれてんだ、ありがたいね。消化しやすいようなものと言いますか、幽霊とかが好きな、あ、これバカっぽい質問だねこれ。その詩は幽霊の話ではありません。はい、恥かいた、恥かいちゃったね君ね。どうすんの本当に。どうやらよく分かってなかったみたいだな。確かにあなたは一度目を通しただけかもしれませんが、覚えておいてください。詩人は思考、感情、経験などをその作品で表現するんですよ。
詩人はいつも単に物語を描いたり絵を描いたりする以上のことをしているんです。例えばこの詩では詩の主題を象徴的に幽霊としてなぞらえているだけだと考えられます。過去を手放すことができずに唯一の安心できる場所に居残っていて、そしてもうすぐ全てをなくしてしまう。なんかこれもちょっとなんか文芸部のこうなんかねあれに近いよね。なんかそう聞くとすごく真面目な詩なんだな。そこまで考えてなかった、考えれなかったっていう表現にしとけよ。お前感動したよ。こんなの本当に大したことでは、でもそう思っていただけて嬉しいです。あなたもこれくらいのことならすぐに習得できるはずです。無理だね。ああそうかも。ああそうなの、できんのお前。俺も頑張らないと。期待してますよ。さあ二人か、ああどうしよう、どっちにしよう。まあまあでもモニカで行こうか。これはさあ、ヤッホー、おぬくん、うるせえなお前。どう、ちゃんと楽しんでる？ああそうだな、楽しんでなさそう。ところであなたは新入部員だから、部活で何か新しい活動みたいな提案したいことや改善したいことが思い浮かんだらいつでも私に言ってね。遠慮する必要はないからね。わかった、覚えておくよ。そんなの遠慮するに決まってるだろ。まあちょっと陰の民なんでね、あんま自分の思ったことをこう表に出すの苦手ですからね。もう少し落ち着くまでは流れに従っていた方がよほど気楽だ。じゃあ私と詩の交換する？恥ずかしいけどそうしようか。あ、そのポーズやめても、本当にね、イライラするんだよね。ちょっと恥ずかしいのはみんな一緒でしょ。そういう壁の乗り越え方を、これからみんなで学んでいくのよ。ああそうだな、俺はモニカに詩を渡す。ふーんと絶対見てないからこれ、間違いなく。私はこれ好きよ、おぬくん。そうか、思ってたよりずっと可愛いわ。あは、まあまあ夏木寄りで書いたからね。ああなんてこと。ジーザスって。違う違う、何か夏木が描きそうな、あーやっぱバレてんだよな、モニカには。あの子もいい作家よ。作家だからこれは褒め言葉として受け取ってね。そうだな、まあモニカがそう言うなら。ええ、世の中にはわずかでシンプルな言葉で語られた詩や物語がたくさんあるの。それは面白くて可愛らしくて悲しいことさえあって、時には数行しかないこともあるの。それは詩なのか、子供向けに書かれているように感じられるかもしれないけど、そういう詩についてきちんと考えてみれば誰にでも当てはまる世界観を表現していることがわかるわ。そうか、夏希も同じだって言いたいのか。そんな感じね。夏希は詩のエキスパートではないかもしれない。エキスパートっていう言い方ね。あの子の詩に余分な混ぜ物は見つからないはずよ。そういう詩を書くのは簡単かもしれないけれど、ちゃんと意味が通るようにするにはとっても難しいの。だからこの詩があなたらしい探求の表れだろうってこともわかるわ。これからいろいろやってみるよ。気楽にやれるようになるまでは少しかかると思うけど大丈夫よ。ぜひ新しいことに挑戦してほしいわ。自分に合うスタイルを見つけるにはそれが一番だもの。みんなちょっとばかり自分のスタイルに偏っちゃってるかもしれないけれど、でも私はいつだってあなたにぴったりのスタイルを探すのを手伝ってあげるからね。だから他の誰かの好みに合わせて無理に書こうとしないで。これちょっと怒られてんのかな俺。ちょっと怒られてるよね多分。あんまお前調子こいてお前夏希に好かれようとお前詩書いてんちゃうぞお前、殺すぞみたいな、キャラクターファイル消すぞみたいに言われてんのかな俺。別に誰かにいいとこ見せなきゃいけないわけじゃないんだから。でしょ、そうだな。じゃあ私の詩を読んでみる？大丈夫、そんなに上手くないから。そんなに上手くないって言われには随分自信ありげに聞こえるけどな。だって自信を持ってるように振る舞わないといけないもの。だから聞こえたとしても必ずしもそうだとは限らないのよ。まあ部長としてのちょっと荷が重いね、モニカ。ちょっとかわいそう。はい。もう同じだね、壁の穴。特に、その、まあ、前回、その前作の DDLC を知っ、もうストーリーをね、全部知ってる方にこの動画作ってるので、まあ、特に変わってないので、ちょっとこれはごめんなさい、もう読まずにそのまま行こうかな。まあ、前回もモニカの詩はね、あの壁の穴っていうタイトルで詩を僕に見せてきたので、そこは変わらずって感じか。公式翻訳でも最近はこういう書き方がとても流行ってる。流行ってんの？詩の書き方に流行りとかあんの？
じゃあお前たちのだけの中で流行ってるんじゃないですか。つまり言葉や行の間の間を強調する詩が増えてきているわけね。そういう詩は声に出して読み上げるととても近い。ああ、ごめんなさい。声に出して読んでないしさ。すいません、なんか。この詩は何から影響を受けてるんだ？あのね、どう表現したらいいのかはわからないんだけれど、最近ちょっと、啓示を受けたとでも言えばいいのかしらね。それが詩にちょっと影響を与えてるかな。啓示？そう、そんな感じ。そういう深い話をするにはまだもうちょっと時間がかかるかな。だってもっと感情をさらけ出さなくちゃいけないから。みんながもっと仲良くなってからならできるかもね。じゃあ本日のモニカちゃんの執筆アドバイス出た。これいらんアドバイスばっかしやがってよ。お前よ、詩や物語を書いている最中につい細部にまでこだわりすぎちゃうことがあるかもしれないけれど、完璧に仕上げることに固執してしまっては全然先に進まないわ。とりあえず無理やりでも紙に書いてしまってから後で整えればいいのよ。まあ、これってまあこのサイドストーリーの実況動画見てくださった方だったらわかると思うんですけど、まあこれもさよりからのね、まあ、アドバイスっていうのを活かしてるんだろうね。あとこういう風に考えるのもいいわ。ずっと同じ場所にペンを構えていてもできるのはただの大きくて真っ暗なインクだまりだけ。とにかく手を動かして流れに乗ろう。以上、本日のアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。何言ってんだ、お前は。さきた、なつきちゃん、くっ。あ、かわいい、マジで。うお。よし、まずは気に入らないところから指摘していくわ。まず、そうね。なつきは俺の詩を読み返す。やっぱり今回は何も言わないでおくわ。え、それだと詩を見せ合う意味がないじゃないか。せっかく時間かけて書いたのに。それにお前の詩を読んでみたいって言ったのを覚えてるだろ。これを書いてる時にそのことを考えてたんだ。俺、お前が詩を気楽に見せる気になるよう手を貸したいんだ。モニカが言ったようにさ。あんたの詩が本当にひどかったら私の詩を見せるんだってもっと気楽にできちゃうよ。あんたは何かバカな詩を見せてくるはずだったの。私が、はまだまだね、あんたに本物の文学ってものを見せてあげればっていうようなやつはね、台無しじゃない。よかったわね。よかったわねって、それはつまり気に入ったってことかな。デリカシーのなさが出てるわ、これ。あのね、あんた何も分かってないのね。前にも言ったでしょ、自分がお高く止まってることをわざわざ言いふらす必要がなんかないって。いや、言ってないだろ。ほとんど独り言のようにそう言う。俺は夏希に嫌われているに違いない。いや、嫌われてんの俺。え、ガチで？あ、え、嘘？夏希のために詩書いてないのに俺嫌われてんの？たまったもんじゃないの。詩を気に入られたのがいいことだったのか悪いことだったのかよくわからない。いいことに決まってんだろ、お前。なんでもいいが、とにかくお前の詩を見せてくれよ。く、いいわ、見せてあげようじゃない。断ったってどうせモニカに見せてやれって言われるし。これもまたね、同じだね。わしは飛べる、猿は登れる。IQ さんの詩を見せてくれました、僕に。ありがとうございます。よし、よし、よしって何？あんたの好みに合わないって言ったでしょ？俺は好きだな。なんですって？正直に言いなさいよ。言ってるぞ。どうしてそこまで俺が気に入らないって確信してるんだ？それは、だって、高校生って作品は洗練されたものだってイメージしがちでしょ？だからみんな、私の書くものを真剣に受け取ってくれないの。ま、さすがに、まあね、みんなもさ、学生時代とかでさ、なんか国語の授業でさ、なんか詩を書いて見せ合いましょうってなった時に、あの詩見せられたら、ちょっと、あ、こいつ、ちょっとやべえやつだな、みたいな、警戒はするよね、なんか。文体がその伝えたいメッセージの正当性を損なうなんてことはないさ。そう、その通りよ。私は読みやすいけど、それでいてガツンとくるものが好きなの。この詩みたいにね。周りのみんながうまくいってるのを見てると、なんだか落ち込んだりするでしょ？だからそのことについて書こうと思ったの。あ、そんな深い意味あったっけ？ああ、わかるって絶対わかってないからね、こいつ。それにシンプルな文章のいいところは、言葉遊びに重点を置けるってところね。例えば私の詩も最後は韻を踏むようにしてわざと崩してみたり、そうすることで最後の一行から感情を引き出せるのよ。言われてみれば確かにそうかも。本当に思ってんのか、それ。思っていたより丁寧に考えられてるんだな。それがプロってもんよ。
一つ学べてよかったじゃないか後輩だよね一応は。最年少の部員からこんなことを教えてもらえるなんて意外な収穫だったでしょ。まあそうかもな。最後の一言で彼女の機嫌を取ってやることにした大人、俺からしてみればみんなの年齢なんてどうでもいいのだが、夏希が誇らしいけならば別にそれでいいだろう。さあ全員と塩を水あって、ちょっとこのふうっていうのやめてくれるこれうーっ、あ一発あ気持ちよかった、ふうっつって、うん、いや多分これ事後でしょこれ。思ったよりプレッシャーが大きかった。まるで俺の文章力の平凡さを査定されているかのような。いいように言ってくれたとしても俺の詩がみんなの敵に届くはずがないのだ。なんて言ったって文芸部なのだから。ため息をつく。とんでもないところに首を突っ込んでしまったようだ。向こうの方でセオリとモニカが楽しそうにおしゃべりをしている。ユリと夏希に目をやる。彼女らはそろそろと髪を交換し合い、それぞれの詩を見せた。ああこれまだ見せっこしてんのかお前ら、おっそ。並んで詩を読みながら二人の表情が変わっていく様子が見て取れる。夏希は目立ったように、眉間に視野を寄せる。一方ユリは悲しそうに微笑む悲しそうに微笑む。なかなかうざいよそれ。何なのよこの言い回し。え、あのなんか言いましたか。いや何でもないわ。夏希は持っていた詩をそっけなく片手で机の上に置いた。洒落た感じなんじゃない適当すぎる。あ、ありがとうございます。いやもうギスギスじゃん。あなたのは可愛いですね。可愛い？まさか何を象徴してるのか全く気づかなかったってわけ。どう見たって諦めの心情についてでしょ。どうしたら可愛く見るのよ。めっちゃキレてる。わかってます。ただ私が言いたいのはその言葉選びとか、言葉選び、気の利いたことを言えたらよかったんですけど、まあ、その一言がもういらんのよ、うん、なんでそれがわからんのお前。気の利いたことを言えたらよかったってもうそういうことじゃん。だっては、つまり気の利いたことを言うのにそんなに苦労する作品だって、まあそりゃもうそういう反応になるよね。結構でも気なんて全然聞いてなかったわ。ダジャレかな。そのいくつか提案したいことがあるのですが。ふん、詩を気に入ってくれた人の提案なら聞いてあげないこともなかったけどね。実際そういう人はちゃんといるんだし、まあ俺のことだよね多分。さよりとか、あれ違った、あ俺それにおるんだって。それにそもそも私からもぜひ提案したいことがあるわ。まずね、すみません、あのせっかくなのですがこの文体を確立するために私は長い時間をかけて、もううっつよ黙っとめてめえよい。はい、心を突き動かす何かに出会わない限りはしばらくこのまま変わらないと思います。お前ディベート部行けばでは、ユリ。そういうものにはまだ出会えていないのですけどね。な、それにお姉さんは私の詩も気に入ってくださったみたいですよ。あれそうだっけ、感動したとまで言ってくださいました。あ言ったっけ俺、ちょ覚えてねえわ。夏希は突然席を立った。あギスギスバトル。あら、ユリっては新入部員とお近づきになりたくて必死だったなんて気づかなかったわ。ええそういうわけでは。う、あなただってユリも同じように席を立つ。なあもう整理だろお前ら。あなただってお姉さんがあなたより私のアドバイスを尊重したことに嫉妬しているのではないですか。はん、なんで私のアドバイスよりありがたがってるってわかるのよ。調子に乗りすぎなんじゃない。もしですよ、いえなんか直訳みたいな感じやめて。調子に乗っていたのなら私だってわざとらしく可愛い子ぶりっ子してますよ。うぐぐ、ちょ、まあ、否定しとけそこ。あのね、落ち着いて。じゃあ言うけどね、おぬが入ってから突然胸をワンサイズ盛り出したのはどこのドイツよってちょっとそれはあの見させてもらっていいですか。確認したいんで。夏希ちゃん、夏希、それはちょっとちょっとあの見させてもらっていいですか。とりあえず、うん、黙って見させろ俺に。2人とも喧嘩はダメだよ。突然2人は俺の存在に今気づいたかのようにこちらへ振り向いた。お姉さん、この子が私の印象を悪くしようとしてるだけなんです。違うでしょ、そっちが始めたんでしょうが。もう俺とりあえずやれればいいや俺。
もしユリが、偏屈な態度を改めて、率直な文が一番効果的だって受け入れていれば、最初からこんなことにはならなかったのよ。なんであんたはいつも意味もなくややこしい文章にしちゃうのよ。趣旨ってのは考察させるべき、させるものじゃなくて、読者のもとへ飛び込むようなものであるべきなの。おねまゆりに説明してあげて、二人の詩あんま、こう、あんま見てない。私たちの言葉に表現豊かで奥深いものが多いには、理由があるんですよ。入り組んだ感情や意味合いを伝えるには、それしか方法がないですから。せっかくのそれを避けてしまうだなんて、不必要に言葉を縛るどころか、無駄にしてしまいます。無駄にしています。あなたもそう思いますよね、お姉さん。いや、え?どうなの?そもそもどうして俺が巻き込まれてるの?そうだよ。ちょっと、俺、あん、でも二人の詩、だからユリの詩に関しては俺多分10秒ぐらいで飛ばしてたからね、俺。でもどっちかに俺が賛成したら、きっとその子から評価はされるはずだ。だから、それはもちろん。どうしよう。あー、待って、いや、もうごめんだけど、ユリっていう選択肢はちょっと俺の中で消させてもらいます。うん、ごめんだけどね。うん、助けてて、あ、どうしよう。助けてセフレかナツキどっちかなんだよな。うわー、ナツキ。あ、ユリ、お前には確かに才能がある。え、そうですか。だけどナツキの言うことも一理ある。私っていう一人称だったっけ。俺は頭をフル回転させて言葉を紡ごうとする。俺が思い短い言葉で感情を伝えることだって十分印象的になりうる。そうすることで読み手の想像力に委ねるんだ。だから夏希の詩はその点では見事な出来栄えだ。うえー、夏希寄りで言っちゃうからね俺。そうでしょ、やったざまあみなさん。ちょ待って、それはちょっと言い過ぎじゃない。うん、そんなあー、待ってちょ、それはかわいそう。ちょっと待って、それはか、とりあえずワンサイズ持った胸だけ見せてくれれば。夏希、それぐらいでいいだろ。はあ、私でもユリが意地悪してきたのよ。夏希は半泣きで声を、ねえ、俺たちが昨日話したことは正しかったんだ。執筆というのは本当に個人的なことで、それを共有し合うことは間違いなく難しい。俺たちは今日そんな教訓を得たんだ。てか夏希のさ味方したけどさ、俺ユリから一応本もらってるんだよね。うん、ちょっと気まずいよね。なかったことにしようかな。ちょっとした批判でも無気になってしまいかねない。今俺は自分の肩越しにちらりと後ろを見る。セオリがうんうんと頷いている。だからそのお前はそんなに怯えなくてもいいんじゃないかな。お前は立派な書き手だからさ、夏希。夏希は意外そうな声を出す。教えてくれてありがとう。おお、こういう、かろうじて聞き取れる声で彼女はそうつぶやいた。ユリ、やべ、絶対嫌われてる。ユリはしょけた様子で俺、うわぁ、きっちぃ、きっつぃ、これ。その、持ちを見ると、余計に罪悪感を感じてしまう。夏希はきっと本気で言ったわけじゃないと思うぞ。だからお前もそんなに怯えなくて大丈夫だ。今度は、そっか。ねえ、私の代わりに謝らなくていいじゃない、おぬ。まったく。夏希は息をする。お、謝罪か?謝罪配信か、これ。その、夏希は部屋を見回す。私の方をジロジロ見ないでくれ。発作だね、これ。これちょっと病気が出てるね、これは。当たり前だが、自慢していた時より、罰が悪そうにしている。セオリとモニカは目をそらした。ふん。とにかく、私の、あんたの胸のことに関しては本気で言ったんじゃ。あそこなんだ、謝ると。最高ねって。マジかよ、お前。夏希はあさっての方向を向いて誰とも目を合わせようとしない。そうそう、ゆりちゃんは元から綺麗だよ。さよりってこれはちょっとかわいそうだな。ゆり、さすがにかわいそうだわ。周知プレイじゃんこれ。助け舟を出しただけなのに、きっとゆりは感謝してると思うぞ。さより、俺はさよりの肩をポンと叩いた。よし、この話はおしまいにして、みんなの詩はミサイコできたわよね。みんなにとって価値のある、試みになったならいいな。特におぬくんにね。それと実は今までちょっとのんびりしすぎちゃってたから、ペースを変えるにはちょうどよかったの。あはは、これ一人で笑ってるけど。あ、俺が入部したせいで雰囲気ぶち壊しになっちゃったんだな。そんな、全然そんなことないわ。
帰りの時間までまだ余裕があるみたいね。ちょっと休憩しましょう。休憩あ、休憩すんの俺。大したことは多分してないけどね。もちろん部屋内ではおしゃべりしながら文学関連のこともやるから、読書や、物書きに触れるいい機会になると思うわ。なんといってもそのための部活だしね。それは違いよ、モネカちゃん。うお、なんか急に否定してきた。否定してきた。なになに？え？文芸部で一番大事なことはそれじゃないよ。一番大事なのは、楽しむこと。何言ってんだ、お前。まあ、あなたが副部長なのも納得だわ、せより。だから、えへへ。だが、結局のところ、モニカが正しい。結局ね。結局、モニカの意見に賛同するっていう。文芸部に所属するからには俺も何もしないわけにはいかない。でもやっぱり今のところそれだけの価値はあると思っている。うん、なるほど。よし、みんなそろそろ時間のような秒じゃん。秒で終わった部活、詩を交換してみてどうだった？すごく楽しかったよ。ええ、やってみる価値はあったと思いますもん。うん、よく言えたな、それ。よかった。まあそこ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 。おぬくんはどうだった？あ、同じく。みんなと交流するのには面白い題材だったよ。よかった。それなら明日も。うわ、きつ。なんで明日もやるんだよ、これ。もういいよ。あなたもみんなから何かを学び取れたかもしれないでしょ。きっとより素敵な詩が書けるはずよ。てんてんてん。俺は考える。みんながどういう系統の詩が好みなのか少しずつ分かってきた。運が良ければ気になる人が、を受けてくれるようなものが作られるかもしれない。新たな決意を抱きつつ俺はうなずいた。おね、帰りの支度できた？ああ、行こっか。うわ、こんなやりとりしてみて、俺も。こんなやりとりしてみて。ああ、やむな、マジで。決して俺も楽しんでないわけではない。うん。さより、さっきのことなんだけどさ。え、どうしたの？あの、ゆりとなつきのことだ。あ、聞くんだ。ああいうことってよくあるのか？ない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 。あんなに喧嘩してるのは私も初めて見たよ。二人ともほんと素敵な子だよ。二人のこと嫌いになんかなってないよね。そんな全然嫌ってないぞ。ただお前の意見も聞いてみたかっただけだよ。あいつらがお前と馬が合いそうだってのはわかるんだ。ふぅ。キモッティーって。あのね、おぬ、私おぬと一緒に部活できて嬉しい。でもみんなと打ち解けていくおぬを見てるのが私の一番の幸せなの。でもみんなと打ち解け、でもみんなおぬのことがすっごく好きなんだもん。毎日がどんどん楽しくなっちゃいそう。はあ、未だにさよりは俺がどういう状況に置かれているか理解していないようだ。もちろんみんなと親交を深めることは良いのだが、誰かともっと深い仲になることもあったりして、もうだから、うん、セフレだよね、それ。要は端的に言うとセフレだよね。この先どうなるか楽しみだな、さより。俺はさよりの肩をポンと叩いた。うわー、くっさくっさ。お前、むしろ自分自身に放った言葉だが、時にさよりは独り言の相手として役に立つ。ひでえな、なかなか。そうだね。よし、頑張るぞ。はい。これで、また詩を書いて、次の部活に行くっていう感じですね。まあ、じゃあ、シャープ2はここら辺で終わりにしようかな。うん。まあ、セオリとね、セオリじゃねえや。夏木というか、まあ、喧嘩してね、ちょっとギスギスオンラインになるっていう、まあ、そういう展開でしたけれども。まあ、次回の動画もなるべく早く上げれるように頑張りますので、皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ということで、この辺で終わりにさせていただきます。お疲れ様です。バイバイ。